はいどうも、速稼塾の久保です。億万長者合宿シリーズの動画をご覧の皆様、ちょっとね、山本太郎さんに絡めた動画結構長かったんですけども、ここのコーナーはですね、お金持ちになりたい人向けの発信ですんで、それからもっと言うとね、これはあの、まあ、自由に暮らしている鹿児島の吉谷さんと、もともと麻雀店でずっと赤字で自由がなかった私が、まあ、ビジネスをね、自分であのインターネットを使って始めることによって、まあ、集客も結構できて、商品作りもうまくいって、そして販売もそこそこ当たるようになったんで、まあ今のようなね、まあ毎日毎日自宅の中でこう気ままに暮らしているというか、そういう風になったよってことのね、これやり取りをしているところなんですよ。で、やっぱり吉谷さんと私の共通項っていうのは、何もないところから始めたってことですかね。で、何もないんだけども、でも、そのインターネットの仕組みって、もう経費がほとんどゼロなんですよ。だから通常会社をやってると、お店とかをやってるとね、固定費がまずかかってくるんで、売り上げを上げても固定費に食われて結局プラマイゼロってことが結構あったり、そもそも売り上げが十分立たなかったら経費倒れで、なんか毎月毎月給料をもらうどころか経費を払うだけのために会社がある、店があるみたいな状態になっちゃうわけですよ。それを避けたいじゃないですか、だってあの給料をもらってればね、自分の成績が悪くてもこう入るわけじゃないですか。あのちょっとまあひどい言い方すればね、あのぼーっとしててもお金入るわけですよ。でもその給料取りの方が集まってるとこでも、会社の一部門ね、売り上げを上げる部門ってのはあるわけですよ。商品開発とか営業とかね、営業ってのは販売するところであり、広報ってのは商品を知らせるところだと思いますけども、主にはそういうところが最前線で商品を知らせて、商品を作って、商品をセールしてってところをやってくれてるわけですよね。で、それを粘り強くやった結果、売り上げが上がって入金があると。その入金をいろんなところに分配して給料になってるってことなんで、実際にお勤めになってる方で、自分なりに会社に貢献してるっていう自負はあると思うんですけども、実際あなたは誰に商品売りましたって聞かれた時に、商品は、いや、売ってません。別部門がやってますみたいなことになると思いますし、あなたはどんな商品作るんですかって言った時に、その商品、いや、私は商品作ってません。商品は商品部が作ってますってことになったり、あとはね、どうやって集客してるんですかって言った時に、いや、それは広報が広告でやってますみたいなことになってると思うんですよ。だとしたらね、なんかの作業はしているんだろうけども、でも、ビジネスで重要な集客、商品作り、販売はしてないってことになると、その会社を離れたらいきなりですね、もう給料ももらえないし、自分で商品作ることもできないし、集客もできないし、販売もできないってことになっちゃうんですよ。だから私が思うのは、会社にいる間にね、その会社のいろんな部分に顔を出したりとか、仲良しを作って、営業ってどうやんのとかね、やっぱりこう聞いてもらうとか、まあ勉強ですよね。それから商品はどうやって作ってんのみたいな感じで聞いてみたりとか、それから広報ってのはどういうふうに商品を人に知らせてんのみたいにね、やっぱこの3つを押さえておいてもらいたいなと思うんですよ。これがなければ、一人でなんかね、事業するとか難しいと思うんですよ。それこそ副収入上げるときにメルカリやったりとかってことになっちゃって、メルカリも悪くないんですけども、莫大な手間なんで多分長くは続かないでしょ。通常の勤務があって、家帰ってメルカリでまた自分の商売とか言ってね、で商品撮影していっぱい出品して文章書いて、で値引きの相談があったら値引きに対応してとか、で商品が売れたら今度発送作業っていうのがあるでしょ。で発送作業もすぐにしなければ信用がつかないんで、すぐにしないといけないですよね。そうなると重要な自分の生活っていうのがどこに行っちゃうんだろうかってことにもなるわけですよね。で結構きついと思うんですよ、ですんで私はね、会社にいるうちに社内でリソースって言うんですけども、いろんな勉強ができますから、そういうのを面倒くさがらずに会社の全てのセクションを自分でもできるようにね、やっていくことが会社の社長としての器になるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、とにかくね、インターネットを使って自分でビジネスをするときに、バーチャルな商品ばっかり作ることになるんですよ。で、バーチャルな商品は何かっていうと、どうやったら痩せるかとかね、いつまでにどうやったら痩せるかっていう方法を商売として販売する。しかもそれにサポートまでつけてね、できちんとレッスンしてあげるとかっていう形になるんですよ。そうなると元手はないじゃないですか。ただし信頼関係が必要なんですよね。じゃあどうやって信頼関係を作るかって言ったら、例えば無料動画をたくさん撮って、その中でもともと太っていた自分がこう痩せていく過程をね、こうずっと放送していくとかね。で私は今キックボクシングを習って
もうすぐ試合になるんですけども、今年の1月なんてのキックボクシング全くやったことがなかったですからね。2月に初めてキックボクシングのレッスンを受けたんですけども、その一番最初のレッスンはスクワット10回ですからね。そこから今シャドーボクシング2ラウンドをするようになって、いよいよ試合に対してどういうふうに向かっていくかってことをもう何ヶ月もレッスン受けてるわけですよ。でこれってのはズームでやってますから、その資源がないわけですよね。もともとのその仕入れがないわけですよ。ただし私のトレーナーさんは20年間キックボクシングの世界にいて、経験という仕入れをしてるんですよね。でそれを凝縮して私は数ヶ月ってものにこうした商品をお金と交換してるって形で売り上げが立ってるとかね。で私は私で自分のやりたいことをこうね、だんだん達成に向かってるってところですとか、もちろんキックボクシングの試合に私が出れないかもしれない、いろんな条件でね、体重がどうとか、それからスキルがまだだからみたいな感じで出れないかもしれませんよ。で出れたにしても勝てないかもしれませんよ。でもそれってのは結局稼ぐために何かのビジネスを始めて稼げなかったっていうことと、稼げたんだけども思った金額じゃなかったってことと結構似てるんじゃないかなと思うんですよ。だからそういったことも覚悟して、教えてくれた人が悪いとかで情報商材が詐欺だったみたいな短絡的な答えに結びつけるんじゃなくてね、自分でもできることはなかっただろうかとかね、自分でもできることをやっただろうかみたいなことなんですよ。だから別の動画で山本太郎さんがね、総理大臣になって政権を取るか取らないかみたいなことありましたけども、政権を取らせるためにじゃあファンの人は何をやったんですかってことですよね。これは結構厳しい命題になると思いますけども、人の動画を見てそうだそうだってうなずくだけじゃダメなんですよ。やっぱりその動画が良かったら誰かにその動画をね伝えていって分かってもらう、広げていくってことが大事ですし、その中で動画のファンの中の一部の人が本当に令和新選組を応援したい、サポーターになりたい、フレンドになりたい、そして自分も出馬したいみたいにだん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 育っていくんですよね。その合計値がじゃあ国会議員700人以上いる中で現在8名ですけども、10名になったり20名になったり50名になったりするっていう形になって、やっとですよ、ずっと戦闘を切ってやっていた山本太郎さんが総理になるかどうかっていうのは、だからほっといてね、様子を見てるだけじゃならないですよ。それは今までそういう人ばかりでね、選挙に行かない人が5割ですよ、有権者の。だから選挙に一生懸命行く人のその中でも最もね濃い人とかね、宗教と組んで自分のためだけにやってる人が今思い通りの国づくりをしてるってことですからね。はい、ということで今回は以上です。